こんばんは。こんばんは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうもいらっしゃいませ。こんばんは。ただいま音声映像チェック中でございます。はい、チェッキングチェッキング。もしちゃんと聞こえて見えていたらコメントをいただけると、うん、見えていると。もしくは聞こえていると。聞こえていると。あんまりこうライブ以外でこう手をここまで伸ばすことないなって思います。なかなかねそういう機会ないので。先生ちょっとタイムラグがあるんでね。今のこのタイムラグやってください。聞こえたよっていう人手を挙げてもらってね。来たー。来てますか。そうでしょうか。ツイッターの方も大丈夫ですかね。聞こえてるかな。聞こえてますか。はい、ツイッターはグースセブンをつけてつぶやいてください。お願いしまーす。あ、聞こえるよ、見えるよ。ありがとう。ありがとうございます。それでは始めますよ。はい。どうも、こんばんは。グースセブンこれになってる飛行機だな、これはフライトの飛行機まなみが好きなやつやったよね。はい、というわけで今日も始まりました、はい、グースハウスでございますけれども、はい、82回目のもうそんなになります。おー、そうなんだ。82回、どうでしょう。早いね。82回、はい、初82初そういうこと、はい、そういうことね。はい、焼き鳥が食べたい人みたい。初食べたい。その前ハーペン届きよ、今日は。おお、ちょっと違うね。でもね、2人ともね、全然うまくね。全然うまくないね。はい、というわけで、今日もやっていきたいと思いますけれども、はい、本日もですね、はいはい、グースハウス皆さんと、コミュニケーションをできるだけ取って、うん、なるべく絡みながらね、うん、可能な限りね、うん、可能な限りやっていきたいと思いますので、今日生配信をご覧の皆さんは、はい、Twitter ではハッシュタグ半角スペースシャープ GOOSE7 をつけてグース7をつけてつぶやいていただき、YouTube ライブね、まあ、YouTube のアカウントがある方は YouTube のチャット画面ね、右側ですかね、出てると思いますので、はい、そちらにパパペッとね、パパペッとください。さすがにパパペッシャープグース7って YouTube 担当だそうですよ。YouTube 担当、Twitter 担当です。はい、早速ね、1個だけじゃあ、うん、たけるりさん、はい、5月12日東京、5月19日大阪って書いてあるので多分ライブ来てくれる。ありがとう。はい、なんか理由はわかんないけど、今日だけで2回鼻血を出したので、あまりエキサイトさせないでください、かっこ盛大なフリーって書いてある。あ、大丈夫か。もう大丈夫ですよ、もう今日はね、ここの2人がすごい。俺も入ってんの。なんで俺も入ってんだよ。本人がエキサイトさせますね。なんでだよ。3回目の話で行こうよ。3回で済めばいいけどね。そのぐらいのね、勢いで今日は行きたいと思いますよ。はい、はい、というわけでまず1曲目、どなたが歌われますか。はい、どうぞどうぞどうぞ。じゃあ、工藤ソロの。はい、本当は誰が歌うんですか。はい、せーの、はい、はい、1曲目は全員でございます。はい、もう行っちゃいましょう。行こう行こう、久々だね。パッと行こう、パッと、はい、パッと向こうへ行ってね、ツイッター、もうなんか見えちゃった。向こうへ行って、歌を歌って、ね、ちょっと皆さんにも馴染みのあるあれを使ってですね、こうやって歌いますよ。こんばんは。はい、どうも、こんにちは。こんばんは。皆さんもね、もう見てわかるように、この楽器を使ってやりたいと思いますよ。はい、このね、ほんとね、中学生ぶりぐらいに吹きました、私。確かに。はい、私もです。内側でこんな話すことあったっけ。そうだね。前置きがね、ね、見たことないみたいなことだったらね、今ね。はい、行きましょうか。はい。やりたいと思います。本日1曲目は世界の終わりさんのサザンカ。ドアの閉まる音、
聞こえる君の泣き声。逃げることの方が怖い時には夢を追い続けてきた。努力が報われず不安になって珍しく僕にごめん。何が起こるの小学生ぶりにこれやるの。小学生ぶりに。さっき中学生言ってたけど、あ、中学生ぶりに。歌う前にこんな喋ることある？喋っちゃった。それでは今回はこれを使ってやりたいと思います。申し訳ない。すいませんでした。お願いします。よろしくお願いします。京都に乗せて。それでは、聞いてください。世界の終わりさんで、サザンカ。ドアの閉まる音、カレンダーの印、部屋から聞こえる君の泣き声。逃げることの方が怖い時には夢を追い続けてきた。努力が報われず不安になって珍しく僕に当たったりして、ここで諦めたら今までの自分がかわいそうだと君は泣いた。夢を追う君へ思い出してつまずいたなら、いつだって物語の続くの。
おい、ジョニー、申し訳ございません。それはちょっと違うんじゃないかな。いやマジ緊張してたね。ジョニーのさ、隣にいるんだけどさ、ジョニーのさ、こうやってリコーダーを持つ右の小指がプルプルプル。そういうの言うとみんなアーカイブで見返しちゃうから。見返していいよ。いいよ。今のはパッと見はジョニータンって思うけど、俺もやらかしてる。実はね、俺もやらかしてる。もうジョニーさ、ずっとここでもって歌ってる時もずっとここでもって。昔小学校ぐらいの時のね、なんか音楽発表会みたいな、はいはいはい、俺盛大にミスったことあるんですよ、一回。トラウマ、トラウマなんだ。それがよぎっちゃったんだ。それがよぎっちゃった。最初の失敗でよぎっちゃって、もうなんか2回目結構ちょっと気が付いた。めっちゃリコーダーの指導とかしてたのに、もっと弱く吹かなきゃ。やめたれ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 。本当にもうちゃんとしたものを申し訳ありませんでした。本当にすいませんでした。ありがとうございました、はい、世界の終わりさんのサザンカでございました。ありがとうございます。はい、ね、ツイッターなどね、コメントが来てると思いますので、ちょっと読んでいきましょうかね。ちょっと今、拾えてはないと思いますけど、はい、ちょっとみんな言ってたのでね、うん、あーすごい、リフォンヌさん、はい、リコーダー懐かしい。小学校の時に一生懸命吹きすぎて、リコーダーの下のとこから大量の唾が出てきた。あれ、唾っていうのは水滴、水蒸気だった。水蒸気が温められて、うんうん、そうそう。で、それで笑われた覚えがあるから少し苦い思いがあるけど、うん、はい、リコーダーめっちゃ楽しくて好きだった。ね、楽しかったよね。あれかな、近所の子供みたいにピーヒャラピーヒャラやりながら帰ってったタイプの人っすよ。あ、私好きなの、ね、なんかさ、家からさ、たまに聞こえてこない、うん、リコーダーの声、タッ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 タちゃんじゃない？やばっ。そうじゃん。あれ？そうじゃん。え、そういう、そうだよね。うん、ね、ありますけどね。いいよね。リコーダー。あ、はい、ありますか、そちら。分かった。え、かすみさん。かすみさん。ジョニーくんのリコーダー弾く時の姿勢、綺麗でした。あ、姿勢で気をつけてたもんね。姿勢がね、そう、良かったね。なんか言ってたよ、練習中に。なんか姿勢が大事。あ、姿勢ね、大事。そして大事なんですよ。うん、え、で、姿勢大事にした結果？盛大に、盛大に。お間違いにならない。ね、やっぱり老けてなんもんですから。どういう立場からどういう角度で言ってるのか全然わからないけど、ね。というわけでね、姿勢を正しても、ね、緊張してはなかなか難しい。そうですよね。すごい繊細な楽器なので ね、 そうですね。皆さんもなんかこう、小学校の頃に吹いたなって思わず、うん、なんかたまに飛び出してみて。嘘、そんなことある？日常で吹いてみるのもいいんじゃないでしょうかね。そうですね。こんなお風呂場でね、お風呂場とかで。そうそう、ブースハウス的にこういう風に使うこともできるというね。休み時間とかで。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ね、引き続き、ブースハウス、今日はですね、ハッシュタグ、ツイッターはハッシュタグブースセブン、そして、YouTube は YouTube のね、チャットコメントをね、読んでいきますので、たくさんコメントください。よろしくお願いします、はい、待ってます。よろしくお願いします、はい、では、自己紹介に行きたいと思います。はい、そうそうそう、はい、自己紹介、今日のテーマはですね、はい、私が今、アップデートしたいものでございます。アップデート、アップデート、なんかこう、新しくこういうのを塗り替えたいというかね、アップデートしたいというものが皆さんあれば、それを一言添えて、自己紹介をしてください。はい、それでは、なるほど、それではですね、じゃ渡辺さんからいきましょう。一応ね、リアクションしちゃうみたいな。はい、それではですね、私からさせていただきたいと思います。お願いいたします。今、アップデートしたいものは、自宅の制作部屋でございます。渡辺修平です、よろしくお願いします。なるほどね。意外と真面目ですよ。いや、ちょっとね、いつもふざけてるけど、こうやっぱりアップデートしたいって考えた時に、それは新しいラーメン屋さんをやっぱり開拓していきたいみたいなのがあるけど、まあ、そうなってくる、ね、そうなってくるじゃん。そしたらやっぱあの人って食べてるだけかなって思われるから、あ、確かにね。ここは真面目に、うん、行こうかなと。そしたらもう何年も食べてるだけだなって思われたけどね。かもしれない。まあでも確かに今一番ね、本当に思ってることだからね。そうだね、リアルに。そうです、渡辺です、よろしくお願いします。なるほどね。はい、私がアップデートしたいものは、はい、新作映画。ね、そうなんですよ。結構制作期間中とかあったじゃないですか、うん、その期間ね、ちょっとやっぱ見に行けなかったんで、ちょっと新しいものを何か見に行きたいなと。なるほど、ね、情報を得に行きたいなと思っております。どうも、さやかでございます。大事、うん、インプット、インプット、みんな割と真面目な、真面目だね。いやー、どうかね、わかんないよ。今日真面目な、まあ、一応僕提案してるの真面目にいつも言ってますけども、そうですよ、はい、
今私がアップデートしたいのはマジックのネタでございます。工藤周平です。よろしくお願いします。初めかこれは。なんというわけで今まで、うん、今あのフォークなんですけれども、これまあスプーンで曲げる人はいるんですけど、フォークなかなか曲げる人はいないですよね。そんな細いとこ曲げるんですか。危ないね。細いとこはいいです。一回置いててください。これシュッとくどく、シュッと、うわー、これをこう、こう、ふっと吹くだけでこう、治るんです。すごい曲がった。これはすごい。これちょっと、すごい硬い。あ、でも腕力でいけそう。あ、できちゃった。腕力だから、腕力だから。あの、リンゴ潰せちゃうから。これ、あの高校生の頃からこれしかやってない。ちょっと確認していいですか。そう、意外と全然曲がりません。結構徐々に曲がっていきます。全然曲がらないですよ。前のブラウスの時に竹渕さんはこれずっとこうやって俺のスプーンこうやってって、放送中に折った。あったね。はい、というわけで新しいマジックのネタを探してますので、よろしくお願いします。工藤周平です。よろしくお願いします。ハトとか出して。あ、いいね。見てみたい。ぜひやり方分かる人は教えてください。はい、僕はやっぱね、ちょっと恥ずかしながら最近ちょっとね、アイドル事情にこうちょっと疎くなってしまった。あ、それは大問題だよ。やっぱ48グループもね、坂道グループも結構もうどんどん今ね、そうですね、あるじゃないですか。ちょっとこれはまずいなと思って、ちょっと大問題だ。私は、それは、はい、ちょっとアイドル事情をアップデートしていきたいと思ってます。ぜひね、お願いします。もう一番真面目な感じですね。確かにね、今いっぱいいますからね。かっこいい。どこが目標？今のボケだから殺さないで。確かにボケを殺してってこっち振ってたの。あ、違うんだ。ボケのボケ分かりづらいんで、はい。全員の名前を言えるようになることがアップデート。ちなみに今推しアイドルグループさんとかいらっしゃる。やっぱ地元の新潟の NGT さんですよね。はい、高倉萌香さん。推しメンバーはやっぱいるんですよ。あ、そうですね。アップデートできてないとはいえ。できないとはいえね。はい。まあでもちょっと、はい、まあ。オタクに戻ろうと。オタクに戻ろうと。まあそうです。オタクいいじゃないですか。オタク戻ります。何の空気？はい、ハトトミでーす。そんな深いことじゃなかったですよ、今まで。はい、興味持ってくれてるんだから、いいじゃない。はい、学び行きましょう。はーい、立ったよ。ですね、家に、我が家には180センチぐらいの本棚が2つあるんですよ。学びの2倍ぐらい。そう、なんだけどね、最近その本棚に入らなくなってきたんです本が。だからね、その本棚の前にこう山積みになってる状態だから、本棚をアップデートしようと思ったんだけど、もう部屋が狭いから、もうこれ以上大きい本棚置けないなと。あら、ここで皆さんに大発表があります。私まなみ引っ越しまーす。イエーイ、おめでとう。はい、というわけで、なんとお家をアップデートという発表でした。まあ、きっとね、180センチあっても横が5センチぐらいしかない。そうだね。狭いってことなんで、ね、それくらいしか置けないみたいな。いいね、でも引っ越しも。引っ越しまーす。まあね、春ですからね。本棚置けるとこに。春ですからね。春ですから。ね、そう、楽しみです。はい。私はもう本当に久しくあるもののハントをできてないので、なんでしょう、やっぱりマンホールのアップデートしたいななんてやってますよ。確かに。それ最後のかね。もう飽きたんでしょ、だから。飽きたんでしょ。いやいやいや、だって全然アップデート気づいてないみんな。新しい街にスタジオ連とかアゲネとかで行くでしょ。私一人だけマンホール撮ってるからね。みんなの後ろで実は。本当。多分。竹内の趣味にみんな興味はない。あるでしょ。いやまた撮ってんなーってなって、だんだん あいつまた撮ってるわーってなって忘れていくじゃん。絶対みんな思ってると思う。あいつ飽きたなって。ああ、思ってると思う。お客さんも、飽きてない。あ、じゃあホルダーたまってってんだ。Kのマンホールホルダー。そうだけど、やっぱ東京都内になっちゃう。あ、そうか。なのでどうしてもね、まあ行って神奈川とかなっちゃうわけですよ。だからもう地方の方へ行って。カラフルなデザインマンホールとかをもう半年にある意味アップデートなわけですね。そう、もうマンホール写真のアップデート。なるほどね。なるほど。はい。竹内です。マンホール竹内。はい。
はい、はい、というわけで今日もこの6人でやっていきます。よろしくお願いします。申し上げます。というわけでございますけれども、はい、まあ、最近のグースハウスはですね、まあ、皆さんももうご存知だと思いますけれども、はい、4月の11日に、アルバムフライトと、DVD& ブルーレイを発売いたしました。よいしょー、ありがとうございます。ね、こちらでございますね。これです。ね、遠いけどね、これ。ますね。見えだよ。あの本当毎日毎日ね、あのハッシュタググースセブン、あとフライトにね、たくさんの、ね、ツイートをいただきまして、うん、もうそうですね。毎日ね、はい、全部見てます。見てるよ。嬉しかったですよ。ありがとうございます。引き続きね、まだね、あのこれからゲットする方も、うん、たくさんコメントいただきたいんですけど、今日はね、そのアルバムとか、まあ DVD についてもちょっと話していきたいなと思っているわけでございますけれども、はい、まあまずその見てくださってる皆さん。あの多分買ってくださった方もいると思うし、まあ、聞いてくれてる方もいると思うので、うん、あのぜひその感想とかね、そうだね、なんかこうこの曲好きだよとかあればあのツイートしていただきたいなと思います。うん、あ、見たいな、はい、コメントしてみてください。はい、ね、してます。はい、そんな感じで今日はやっていきますけど、はいはいはい、まず、ちょっと僕たちからも少し話しましょうかね。はいはいはい、まあ、今回 の, そのアルバムフライトというアルバムですけど、はいはい、そのフライトにまあこういう思いを込めたよっていうのまあそれぞれまあると思うんですけれども、ちょっと聞いていこうかなと。思いを込めたよ、はい、これ一人一人いくやつ、僕振っていきますんで全員は。はい、どうですか竹内さん、どんな思いが込められましたかね。そうですね、すごく緊張した空気ですけどなんか緊張してみんな めっちゃキラーパスや今そういう空気に進んでるよ。怖いよ。怖いな。でも今回はやっぱりフライトっていう、うん、あのタイトルっていうのはあのまあなんだろうな、空の旅っていう意味もあるけども、これはいろんな旅を意味してまして、旅立ち、大きな意味で旅立ちっていう意味を、旅とかね、旅立ちを意味してる、タイトルなんですけど、うん、なのでこう今まで以上にそのなんだろうな、ある人の旅立ってから歩んでいく中でのいろんな葛藤とか、うん、なんかこう例えば家を出てしばらくしてホームシックになった頃にこう出会いがあってとか、そういうのをこう想像しながら、みんなどういう曲がこういう時聴きたいかなとかを思いながら考えながら一曲一曲書いたなっていう意識があって、うん、なのでなんだろうな、まあ、この春からいろんなことがスタートしてると思うんですけど、皆さんそんな時にこういろんな人のいろんなシチュエーション、心のシチュエーションにちゃんとハマる曲があの絶対あると思ってて、あの11曲入ってるんですけど、ちゃんとあると思うので、こう今だけの期間じゃなくてこうずっと旅は続いていくっていう、ちょっと臭い感じになりますけど、続いていく旅の中でこうずっと聴き続けてほしいなっていう思いで作った面はすごくあります、うん、そうだね、はい、そうだね、ありがとうございました、はい、成長ありがとうございました。振られてさ、すぐさそういう風にまとめて喋れるのってすごい頭いいんですね。違うよ、でち上げたみたいになっちゃって、本当に思ってる。いや俺絶対無理だな、本当すごい、だから頭いいんですね。まあ思ってることをね言ったってことだよね。そういう思いで、はい、そうだね、ドンドンいつものね、そうやってます。ジョニーさん、なんか言いたそうな、え、僕ですか、痛そうやないかい。いや、僕もね、ちょっと竹内さんみたいにちょっとかっこいいこと言いたいんですけど、うん、あ、でもね、なんだろうね、いや結構ね、いつもいい曲多いなと思うんですけど、今回自分で言うのもね、まあね、そうね、いやでも今回すごいなんか曲がいいなって、うん、思うんですよ。あの俺やっぱさ、メンバーで作ってるからさ、これ一人で作ってたらまた別じゃないですか、ね、メンバーで作ってるから、ね、なんか割と客観的にこう曲見れるんですよ、うん、なんかで、あ、この曲いい曲だなって思えるものがね、うん、多いですね、うん、うん、なんかそうで、でもやっぱ今回本当にだからみんなね、こう結構均等にっていうかさ、6人全員で本当にみんなで作ったような、うん、そんな気がしません、うん、確かに、うん、だからね、うん、楽好きですよ、うん、このアルバム、うんうんうん、確かに、ね、今まで一番こう関わってるよね、平等にというかこう結構、うん、全コミットな感じが、うん、そうなんですよ、そう、だから本当にだから、ね、書いてるあの曲と歌詞でまた書いてる人が結構違ったりとかするんですけど、うん、だからこう結構バラエティ豊かなね、
まあ、ジョニーさんがあのツイートしてましたけど、ワンダリングのようなっていうね。あ、そう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 。あ、そうそうそう思ったんですよ。思い出した。思い出したかのように。いやいやいや、今ね、僕が入る前にワンダリングという CD が。そうですね。そう、フレーズ3のね、これ例えばフレーズ17なんだね。17です。そんなにリリースさせていただいてるんですか。まあ、シングルとかも全部ひっくるめて番号つけてって言うから、あの、純粋にアルバムそんな出してるわけじゃないんですけど、17作目というか、そっか、ワンダリング、そう、あの、はい、ワンダリング聴いてくださってる方いらっしゃいますかね、あの、うん、いるかな、いると思います。今となったら少し懐かしいアルバムなんですけど、あの、それとね、あの時もそうだったなっていう感じだから、サウンドはすごいめっちゃ進歩してるんだけど、うん、あの、なんかワンダリングを聴いてる時のようなあの感じを思い出しました、あの時を、うん、みんなでワイワイやって、なんかこう四苦八苦しながらね、うんうんうん、お願いしました。ごめんなさい、長くなっちゃってね。はい。はい、なんかコメントとか読んでいきましょうかね。はい、はい、聞いてくれてるんですかね、皆さんね。ね、ちょっと、多分たくさん来てると思うので、うん、アマさん、はい、バトラックめっちゃ好きです。おありがとうございます。バトラック中に入っている曲ですね、バトラック、うん、これはさ、もうあの前回そのリリースの前日に放送した時はネタバレしちゃいけなかった。いや、もういいんじゃないですか。いいんだよね。例えば誰がこれ歌ってるとかも言っていい。あ、全然、もちろんもちろん、もう全部バラしててください。そうしますよ。ああ、うん、いいね、確かに確かに。そうだよね、そうだよね、そうだよね、言ってきましょうかね。はいはいはい。和吉グースさん、フライト買いました。ありがとう。毎日ラケットをスイングしている高3テニス部です。いいね、スイングガール最高でした。もうすぐ最後の大会があるのでスイングして頑張ります。いいね、いいね、青春だね。自分に結びつけて考えていくのがやっぱりいいですね。自分の BGM にしてほしい。あ、嬉しいね、それはね。うん、そうなんですよ。ジョニーさんありますか。うささん、うささん、ルンルンの時はラフが楽しくて大好き、うんうん、気持ちが穏やかな時はつなぐ人で泣きそうになる、うんうん、タイトルはジョンとヨーコが気になる。ああ、なるほどね。気になるよね。うん、気になるでしょう、これはね。ジョンとヨーコです。じゃあ どんな曲なのかっていうのもありますからね。そう、どんな曲、今ね、なんかちょっと次の曲に行きましょうかね。うん、そうですね、まさかね、この流れでやるなんてことはないよね。いやいや、だってそんなって、そう、この人が桜になっちゃうからね。桜じゃないですよ。桜じゃないですよ。さて、次歌われる方はどなたでしょうか。はいはいはい、はい、この3人でございます。歌われる曲は何の曲ですか。せーの、ジョンとヨーコ。あすごいよ。自分で持ってくよね。ナイスさん、ナイスです。何さんですか。ウサさん、ナイス。ナイスたまたま見かけたので、ね、まあ、確かにあのタイトルが結構、まあ、腹の涙をとかね、皆さん知ってる地図にない道とか、うん、まあ、この辺は、まあ、なんとなくこういう夢をかけてるのかなとか分かりますけど、うん、ジョンとヨーコって言われるね。ジョンとヨーコって言われるね。ジョニーとヨーコさんじゃないもんね。絶対ジョニーかな。ヨーコさんはどこから来たんだろうね。ね、ヨーコさんどこから来たのかなってありますからね。お母さんの名前でもありませんからジョニーはね。そういう意味でこう気になってる方もいると思いますので、今日はちょっと生演奏で。はい。はい。まなみさん、ちょっと曲の紹介というかね。そうね。まあ恋愛ってさ、こう。ドキドキするしさ、ワクワクするしさ、キュンキュンするんだけどさ、それだけじゃないんだよね、うん、やっぱさ、長く付き合ってるとさ、倦怠感、倦怠期倦怠期、ね、倦怠感疲れた。そう、疲れた。倦怠感、そういうさ、まあ、そういうモードで入ったんだから、喋り口そこ間違えない。ああ、もうなんかさって入ったの。いや、そう、迷いますね。そう、まあ、倦怠期っていうものがあるじゃないですか。ね、そうそうそう、で、なんかね、ドキドキしなくなってさ、うん、相手のことをなんかちっちゃいことでも許せなくなっちゃったりさ、うん、こう好きなのか分かんなくなっちゃったりとかさ、長く付き合えば付き合うほどそういうことってあると思うんです、うん、でもね、そう、あの、それってね、何が幸せか分かんなくなっちゃってるだけでね、本当はこう何気ないところに幸せっていっぱい落ちてて、そういうことを思い出してほしいなって、私は何様なんだっていう話なんだけど、私もあの男性とお付き合いしててそういうふうに思ったことがあったので、まあ、なんかそういう気持ちがね、もしみんな持ってたら伝えたいって思って、うん、この曲を歌います。はい、はい、それでは準備をよろしくお願いします。いらっしゃい。
ちなみに最近ジョン横って呼んでるよね、俺らね。あ、俺らはジョン横だね。ジョン横。ジョン横。ジョン横やるか。うん、あと春波ね。春波だろ、春波っていうね。なんか謎の呼び方して。エガハナ。エガハナが一番やばいよ。エガハナはちょっと受け入れられないんですよね。俺も未だに受け入れてない。そうだよね。エガハナはちょっとなんかイメージが急に変わりますよね。エガハナはエガハナってのちょっと。あ、ね、ジョンとヨーコ毎日聞いてるよと言われますけれどもね。結構あのね、うん、ジョンとヨーコが好きっていう方もグーセブンみたいと、うん、結構いらっしゃいますけど、ね、うん、まあどんな、まあ、ラブソングなんでしょうね。なんでしょうね、これでなんか、ね、こうね、しょ頑張って仕事するぞみたいなやつだと、そんなわけないね。そうですからね。究極のラブソングです。究極のラブソングでしょ。ね、上げすぎて大丈夫ね。そうだよ、本当に上げてるよ。すごい心配なんだけど。すごい上げるじゃん。結構上げてんじゃん。いや、あのね、人間誰しもが絶対に経験することだから。ある意味究極から、ある意味究極とおっしゃっております、うん、これさ、抑えとけさ、ちょっとマイク遠いんですよ。歌うまい、そう、喋んない、喋んない感情移入できないから。そうだよ、よっしゃよっしゃ、OK ですか。いける。じゃあ、さやかさん紹介。はい、では、グースハウスのまなみとジョニーとワッシュに歌っていただきます。ジョンとヨーコ。Thank you.
スハウスのオリジナルでジョンとヨーコでした。ありがとうございます。いや面白い。あの言っていい？何？あのね、すぐあのね、おじさびの後の余韻に浸ってたの。余韻に。いや違う違う。あの焦らなくていいところで焦ったよね。そうそうそう。恋なんて。そうそう。ちゃんちゃんちゃん。思いがね、こうね、恋なんての。浸ってたから。そう。恋なんて感は出てた。やべえここだ。恋なんてってなっちゃすいませんでした。俺タイミング合ってたよな、俺な。合ってて、逆にあの、マルちゃんがね。そうそうそう、はい、そびれた。ね、ね、ジョニーさんがピアノで。ね、そうなんですよ。サーモンロール。そうそう、新しい。新しい編成でね。そうなんですよ。はい、じゃあコメントを読んでみましょうかね。はい、水谷さん。水谷さん。ラフのハモリ覚えた。ごめん。違うだろ。違うだろ。今じゃない。ごめんね。ちょっとごめん。ごめんなさい。頭いい。ごめん。撤回させてもらった。ごめんごめん。違う。順番間違えちゃった。ごめん。順番間違えちゃった。そうですね。後で読もうとしてたら。うん。ね、してたな。春川さん。春川さん。今の彼氏、友達から付き合ったから少女漫画みたいなことは起こらないけど、本当に何気ないことが幸せで、それに気づかせてくれた大切な曲。いや本当そうなんだよ。そうそう、本当朝いつまでもこういつまでもっていうかね、こうイチャイチャもしたいしラブラブもしたいしさ、それが恋人同士なんだろうけどさ、なんかそればっかじゃないんだよね。だからすごいね、嬉しいことに共感してもらえたなんて。なんか知らんがんどくすぎてさ、誰もね、誰も入れないし誰も何もできない。マナミスナックが開店というね。あ、そうそう、それで閉店からもう終わりなんで。ありがとうございます。はや、ね、こちらももう一個行きますか。いや行きましょう。今からでも夢を追いかけたいんださん、恋は本当に幸せなことばかりではないよね、私も大好きな人のためにヒール頑張って履いてたな。マナミの優しい歌声こそ究極だよ。好き。はい、こちらからは以上です。ちょっとね、すいません、変な空気になりましたけど、ありがとうございます。コメントはありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ツイッターも読んでみましょうかね。はい、みすけさん。みすけさん。みすけさん。ジョンとヨーコの歌詞みたいな関係性は本当に憧れ、自分の将来の結婚生活の理想像にもなるなぁ。あ、そうね、そう言っていただけると、ね、いいよね。あの料理をしながらふざけ合いたいよ ね、 いいよね。ちょっと塩入れすぎだよとかそういうことじゃないんですけど。ありがとう。そっか。はい、はい、ね、引き続き、コメント募集しておりますので、皆さんどしどし、コメントしてください。お願いします。はい、では、先ほどもね、CD とアルバムとね、DVD の話をすると言ってましたけど、はいはい、今日はですね、皆さんにも何かこうアルバムを聴いて、何かこう、なんだろうな、これはどういう風に作ったのかとか、これ何の音なのとか分かんないけど、いろんな、 なんかこう疑問とかもあると思うんですよ。聞いたりとか映像を見たりとか、なので、まあ、皆さんもしなんかこうアルバムを聴いて、DVD とかブルーレイを見て、何かこう疑問があったりとかしたら質問してほしいなと思います。思います。で、それはもうちゃんと僕ら答えますので。はい、結構もうね、Twitter でも結構そういう本当にそういう、なんだろうね、そういう疑問みたいなのはもう上がってたりしますよね。あれでね、スイングガールの始まりは左側からしか聞こえないんですけど。あ、見た見た見た。おお、あれね、ありました。またマニアックなところですね。そう、すげえマニアックな。確かに気になるよね、言われてみればね。そう、あれパンっていうのがあって、要は左右に触れるんだけど、楽器をさ、こう聴いてる時にこういう風にこう触れるのよ、カットするね。それで、まあ、左側に振ってるから、左側からしか最初聞こえないみたいな。大丈夫、ほら、イヤホンは壊れてない。ほら、よくさ、イヤホンとかいろんな設定とかであるじゃないですか。バランスって見たことない？バランスってあれ動かすとさ、ほら、音寄ったりするじゃないですか。そうそうそう、あれをパンって言うんですよ、あれは。そう、で、食べるパンじゃないよ。あ、そう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 、フライパンのパンでもないよ。優しい。偉かったね、ジョニー。進まないから。はい、そうなの。だから、そういうのを左右にこう、どの楽器を置くかっていうのをね、考えて作ってるんですよ。そうなんですよ。結構ね、グースハウスの曲は結構多いですよね。はい、そうなんですよ。前回のそのアルバムのヘプタゴンの時に、ミュージック涙の虹で、そのライブの立ち位置になってるんだよとかいう話をね、メンバーの声がね、させてもらったりとかしたんですけど、今回も結構、なんだっけ、なんかの曲であったよね。
あの位置をさ、繋ぐ人、繋ぐ人でしょ、繋ぐ人で、ね、場所になってる、場所に開いていったりとかね。だからこうやって片耳とかで聞くと、あ、この人はこっち寄ってるなとかもあるんで、そうなんですよ、ぜひ、ね、究極言うとビートルズは完全にドラムが右になってたりとかするから、だから左だけで聞いてるとドラム聞こえない、ギターとハーモニしか聞こえないみたいな。スイングガールとかもさ、頭ほら片方あんま聞こえない、そうだから決して故障じゃない、そう、壊れてないから、ね、ここから左から聞こえるなと思ったら、この竹内さんの声が真ん中に故障じゃない、故障じゃないです、はい、あえてそうして、あ、そうです、はい、はいはい、ではなんかもう質問来てたりしますか。あ、これはラフの恋愛感は誰のものなんですか。気になります。カンちゃんのツイート、誰のものなんでしょうね。誰のもの、誰のもの、誰のものなんですかね。誰のものでもあるんじゃない。逆に誰のものだと思いますか。あ、それは面白いね。気になるね。まあでも俺歌ってるし俺になれちゃうね。このまま行くとさ、工藤さんだけど渡辺さんに歌ってほしかったみたいな、そっちの話になっちゃって、そっちの話になっちゃって、ちょっと待って、ちょっとね、こちらもあのちょっと抽象とかちょっとあれやめてほしいんで。確かにあのラフの主人公はさ、男の子ですよね、目線的には。主人公はこうちょっと可愛い感じだよね、なんか彼女、うん、あれなんで怒ってるのかなみたいな感じ、彼女に振り回されてる、そう、振り回されてるね、アイス、アイス食べちゃったからかなみたいな。そんなわけじゃない。あれはさ、夜さ、帰りながら聞いてたわけよ、こうやって聞いてて、工藤さんの声で、君のアイス食べちゃったせいかなって言った時に、やっぱそのちょっと面白いなって思って、まあ、メンバーだからね、改めて、例えば工藤さんだとしたら、うん、ああ、そうか、怒らせたりしたらアイス食べちゃったせいかなとか思うのかな。ちなみにさ、待って待って待って、アイス食べちゃったせいかなって思わないの。思わない、思わないし、アイスを勝手に食べたんだよ。だって私だったら怒んないもん。アイス食べても、デートしてんだよね。デートしてたよね。あ、デートだけじゃないよ、だってもうその1日の中、普段の中で、あ、昨日まなみが大事にしてたあの、300円ぐらいのアイスを僕勝手に食べてたから、高い、そういうこと、高い、それは怒るでしょ、ほら、怒らない、高いんだよ、値段じゃないよ。あ、そっか、怒らない。だから例えばね、私デートしてるんだと思ってて、例えばデートをしてて、デートもそう、あ、このソフトクリーム美味しそうだな、買おうって買ったのに、いきなりと4日、彼氏がそれは失敗しないじゃん、だったら、それはごめんごめん、それはやりすぎだよ。だってそんなことじゃないもん。あのね、せいかなって、せいです。それは、それはせいだ、確かにね。アイス食べちゃってせいだ。いや、それはないよね。崩壊してるね、人として。とかね、とかね。でもなんか、だから意外と当てはなんだよ。引きながらなんかどっか行っちゃうんだよ。そのままどこかにこう吸収されてきた。だからこう意外となんかこうパッと見わからない、わからないところとかも意外とは自分に当てはめてみるとわかることもあるかもしれない。誰にも当てはまる。まあ私さ、必ずしもそれを書いた人がそういう恋愛感だとは限らないよね。そうだよ。そう。そうだね。アイスとか人のもの食べないタイプ。潔癖症で。潔癖症で。なんでそれで言うの。なんでか後のアイスじゃん。ごめんごめんごめん、 DVD 見た人は分かるかもしれないけど、やっぱ食べ方すげー汚いから。あれはね、そんなことないです。そんなことないよ。いや、ほんとにお菓子だってすげー汚いよ。お菓子に関しては疲れてる時は急いで食べないよ。俺ほんとに本当だよ。もうこれはあ、まあ言ったらいいか、まあなんかそういうあの DVD にあの僕の悪口を渡辺さん言ってるんですよ。悪口じゃないよ。悪口だよ。悪口じゃない。俺いつも常に言ってんじゃん。俺聞かれたのはこの話じゃないから、今アルバムの話をしてるの。ついついちょっと熱くなっちゃって、はい、潔癖なんて言うもんだから。絶対潔癖じゃない。これはね、あ、これ面白いかもしれない。はい、キムチさん、アルバムの順番、曲順ですね。曲順ってどうやって決めたんですか。あ、これはいい質問ですね。これはもうまなみさんが簡潔にお答えします。じゃあ簡潔に二文字でいきます。漢字二文字でいきます。あ、漢字二文字。物語。あ、勝ち、当たった。なんか詰まったよ。絶対言うと思ったんだ。なんか言ったよ。なんか言ったよね。物語とは。これは本当にまあ裏テーマなんですけど、私たちの中の。これはどこにも言ってないんだよ、まだ。そう。そうだよね。言ってない。あのね、時系列を意識してます。
終わり。まあ簡単に言うとね、まあまあ完結って言ったら、ね、そう時系図完結時系図をね、そう春の涙をでこう旅立ってこう上京してきて、うん、なんかまあ壁にもぶつかったりとかしてみたいな、でこう、はいっていうことね。まあ恋愛してみたい、恋愛することもあってみたいな。なんていう時系列だよね。でもこれ、大丈夫。これね、気づいた方はいらっしゃると思いますけど、涙で始まって笑顔で終わってるんです実は。そうなんです。ああすごい感じ。そうなんです。まあ春の涙をは、まあ、もう動画上がってるんでね、聞いてくださったら分かると思うんですけど、うん、まあその春のそういういろんな、まあ、旅立ちあるじゃないですか。うん、その卒業だとかいろいろそういう、まあ、別れも含めた旅立ちを歌った歌だから、そこから始まって。最後は笑って終われるっていう ね、そう、はい、そこまでの、ね、ストーリーが、まあ、なんとなくこう、まあ、並んでるっていうね。そこはなんとなくなんとなくったら、そこがまあ時系列で並んでる、そこがまあ時系列で並んでるんですよ、時系列ね、物語なんです。物語です。例えばね、4月はこういう月ですみたいなね。あ、そう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 、卒業したらこういう気持ちになって5月こうで、そうそうそう、なんとなく懐かしくなったり昔懐かしくなったりとかさ、なんか今日嫌なことあったなとかさ、いろいろね、ありますしね、まあ、恋もするだろうしさ、仲直りもするだろうしさ、ね、誰かのために頑張ってみようって思うこともあるかもしれない、ね、そうやって大人になっていくのですよ。はーい、あーいわーい、何しろ今日それ多いの、引き続きね、はい、あの質問なども募集してます、ね、はい、質問募集中、はい、YouTube もだよ。じゃあこれも、このじゃあ最後ね、一本だけ、チョンさん、レコーディングで一番楽しかった曲は何ですか。あ、これおのおの違うでしょ。そうだよ、一人一人多分違うよね。一番楽しかった曲、あ、俺はもう間違いないのが一個、順に言ってやったら、ラフですよね。俺も一緒、多分一緒。ラフで、要はグースってよくあの子供のおもちゃみたいなものをレコーディングで、うん、うんうん、楽器として使うことがあるんですけど、うんうん、それを今回ね、子供用のラッパみたいなとか、まあね、うん、をめっちゃ工藤さんが全力で曲に合わせてブーン知らないよね、見てない、見てない、見てない、現場にはやった、こうなんか加えるやつでブーンみたいなそれを全力で吹いたりとかね、いっぱいなんかそういうのやってて、それはすげえ見てて、何やってんだろうこの人。おいおい、でもラフはなんかあの D メロあたりでヘイホーみたいなのはみんなでしみんなそう、借り出されたの、借り出されたの、あれ、あのちょうどね、こう AB みたいな感じで2つ押さえてこうレコーディングしてたの。そうだね、別の曲をね、うん、そうで、こっちでまあ斉藤氏がこうやってて、そのレコーディングをやってるチームを呼んで、うん、みんなで Hey ho っていう。そう、これからこっちはね、なんかギターかなんか取ろうとしてたんですよ。ギター取ろうとしてて、で僕がブースに行こうと思ったら、ちょっといいっすかとかつってて、すぐ割れて、すぐ割れてとかつってて借り出されて、そう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 、はい、でガヤはみんなでわーって入れたね。うん、楽しかった。楽しそう。楽しかった。あれ楽しいんだよね、みんなで。ガヤ楽しいよね。楽しいよね。あのマイク立ててみんなで、ね、囲んでね、Hey って一斉にやるんですよ。うん、ですね、僕らはだから、まあ、主婦としてはラフですかね。でもラフかな、あ、一緒か。じゃあ、その続いていこうね。ラフチーム、そう、あのだからなんかさ、ヘイホーも楽しかったんだけど、あの私ほら、工藤さんが歌ってる時の動き方が好きなんですよ。 あ、うん、あのね、まあ、歌ってる時にそこにカメラがついていて、そうそう、モニターで、ね、モニターが見れるんですよ、中でどうやって歌ってるかっていうのを。ブースとね、こっち待機してるところが違うんですよ、部屋が。だからそれ私はね、常にずっともうずっと撮ってます。私もあれ好き、結構動くんですよ、うん、あのそう、ライブよりももっとなんかこうみたいな、なんか曲をこう、ね、絵がないからね、それを伝えるためにこう、うん、いろいろこうやるんだけど、俺もなんかすごい、まあそのライブの時はそうでもないんだけど、まあ某氷室京介さんみたいな動きを、某じゃない、某なってないよでもなんか送られてきて、はい、動画ね、うん、自分の動画送られてきて引いたこんな動いてんだ俺、すごいでかいの動きが、すごいよ、工藤さんいつも。そうだよね、うん、でもうちのジョニーさんはあのなんかハンガーを持ってるこうやって二度差しのね、うん、あります、二度差し、いろいろ工夫してます、そう、いろいろ工夫してます。だから音だけでよみんなに感じてもらうために、こちらもたくさんね、いろいろ考えて、そうなんでございますよ。ジョニーさんどうですか。ね、これ面白いっていうかね、春の涙をね、こういうの時に、うん、春の涙、ね、よく聞いてもらうとね、分かると思うんですけど、ハイハットってね、チッ
チュッてのがあって、でそれがね、それにチュッ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 っていう音があって、それ実は撮ってんだけど、僕が叩いてるんですよ、実は、うん、叩いてて、で叩いてたんですけど、その時にね、ハイハットスタンドって言ってね、あのハイハット要はパカパカ開閉するため の、 そのチェーンみたいなのがあって、それがね、壊れてたんですけど、壊れちゃったの、はいはい、急遽、で、だからハイハット閉じれなくなっちゃって足でね、こう踏む部分、そう、閉じなくなっちゃったんですけど、あのそんなせかさないでください。はい、俺らしか分からない。はい、今話の途中なので、どっかでこう、巻きの中、空気がそう、ハイハットをだから、こうだから足で本当踏んでパカって閉じて叩かなきゃいけない、それができなかったので、最終的にどうしたかっていうと、僕下からこうやってチェーン掴んでパカッて閉じて、こうやって それ知らなかった、ずっと叩いてたので、一番面白いのはそれを誰も見てないエンジニアさんと帰りちょうど一緒、タクシーで一緒だったんだけど、その時に聞いて、それ超見たかったなと思って。そう、その時たまたまみんな外してたの。そうそう、誰も見てないの、そこ。そう、見てない。それが一番楽かったじゃん。でもそれは面白かった。俺聞いてすげー見たかったもん。一人の思い出で一番楽しかった。ごめんなさい、ごめんなさい。気づき、はい。じゃあ、まなみはちょっと、そんな私は俺ら、次の曲が行った後に喋ってもらって。はい、そうだったんですね。はい、そうですね。じゃあ、次の曲歌われる方はどなたでしょうか。ドクドンドン、はーい、司会って大変だね、この3人。はい、どうも、今月ユニットライブをした3人でございます。ありがとうございました。来てくださって皆さん、ありがとうございました。ね、本当に特別なライブになりましたね。はい、なりましたよ、ワンデーで。ワンデーでなりましたね。どうでした、ケイさん。やはりカバーした曲が1曲もない中で私たちやらせていただきまして、どうしたものかと、どうなることやらと思いましたが、ワンデーでね、来てくださった皆様のおかげで本当に特別な一日になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、その、まあ、ユニットライブでもね、歌わせてもらった曲なんですけれども、はいはい、この3人で歌わせてもらう曲は、小袋さんのつぼみでございます。はい、はい、もうね、皆さんご存知の方がもうほとんどと思いますけれども、この春にぴったりのね、名曲でございます。まあ、実は家族、ご家族とのお別れの、曲でして、とてもなんかこう知ってるとね、すごく胸にくる歌詞がたくさんあるんですけれども、でもあくまでもそういうこう別れとかを前向きに捉えられるような、そういうなんか素敵なね、こう考え方というか、すごく素敵な考え方をこう物語っているので、ちょっとこの春にね、あの別れの時期でもありますけれども、そういう友達との別れとかも含めて、何か感じてもらえたらなと思いますので、この3人で歌わせてもらいたいなと思います。いきます。いや私さ、あの僕が振りますから、今日一応僕サブなんで。あ、違う。ああ、そうなの、そうなの。ごめんなさい、ごめんなさい。何、私さ、何。いや、あのね、このユニットの日ね、私諸事情で出張してたんですよ。そうですよね、別のライブですね。別のライブにソロで行ってたので、私だけこのつぼみ生で聴けてないんです。あ、そうなんだね。そう、だからね、すごい今日楽しみにしてて。いや、なんていうんですかね、一言で言うならば美しい。うん、わあ、そう、練習を見てないからさ、すごい楽しみなんですよ。まあ、これ楽しみにしてください。そう、楽しみ。俺らはこれ聞いた時ちょっとテンションがあった、横で聞いた。あ、そうなんだ。ちなみに、まなみさん、あの、戻りますけど、一番楽しかった、あの話、今のうちにしといた方がいいですよ。一番楽しかった。レコーディングで一番楽しかった、そうそう。私ね、スイングガール。おー、私参加してないの。あ、そうですね。そう、弾いてないし、歌ってないんだけど、あのすごい曲が好きで、デモの時からすごく好きで、だから参加してないのにスタジオ行って、スタジオのエンジニアさんの後ろのとこでずっと聞いてた。すごい楽しかった。そうで、最後の、そう、最後の最後まで聞いて、ずっと一緒にノリノリで、あのそのメンツじゃないのに、あ、はい、じゃあ準備が、はい、整ったようなので、はい。それでは、曲の紹介をじゃあ渡辺さんにお願いしたいと思います。はい、け、はい、ちゃん、工藤さん、さやかさんに歌っていただきますのは小袋さんのつぼみです。どうぞ。
涙こぼしても汗にまみれた笑顔の中じゃ誰も気づいてはくれない。だからあなたの涙を僕は知らない。絶やすことなく僕の心に灯されていた優しい明かりはあなたがくれた理由なき愛の証。柔らかな日だまりが包む背中にぽつり話しかけながら、いつかこんな日が来ることもきっと
ということで、小袋さんのつぼみでした。ありがとうございます。はい、ということで、はい、でした。どうでしたか。あ、私の感想ですか。感想です、そうです。想像の2億倍感動しました。何の話。いや、私さ、4人食べれないからさ、うんうん、まさか、まさか、全然違うの想像してた。うん、あら、全然違うアレンジ想像してたんだけど、うん、すごいよかった。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。よかった、やっと聞けた。つぼみずっと聞いてたから。じゃあ、はい、コメントを。はい、はい、コメントたくさん来てます。じゃあ先に良いですか。どうぞ。はい、ゆわさん。ゆわさん、つぼみよくなんとなく聞いてた時はまだ小学生だったけど、ユニット行って久しぶりに聞いて、こんな歌詞だったんだ、こんな気持ちになるんだってすごいジーンときました。ゆわと。そうなんだね。ありがとうございます。そうなんです。見てるのかな。東京タワーというドラマの、うんうんうん、主題歌ですよね。はい、そうなんですよ。確かにこれやってなかったんだって思う。そうなんですよね。そうなんですよね。うんうん、そうなんだよね。すごいいろんなところでかかったけど、ね、改めて歌詞をこう聞くと ね、うん、ね、来るよね。そうそう、こういうこと言ってたんだなって思う、うん、ね、お父さんお母さん大事にしようって思いますよ ね、 ね、はい、はい、次、ゆめまろさん。あ、うん、あ、次やる。いいよいいよ、あ、いいよいいよ、あ、いいよいいよ、あ、じゃあじゃあじゃあ、大丈夫大丈夫。夢まろさん、はい、夢まろさん、この方もね、なぜか小学校の時6年間運動会の入場行進曲が小袋さんのつまみでした。そうなんだ。あのね、すごくアップテンポにアレンジされてました。あ、そうなんだ。どんな感じだったの。でも野球の応援歌的な感じ。あ、そうそうそう、ありますよね。なるほどね。そう、だから家族との別れの曲ということで初めてちゃんと聴いて、物心ついた頃から知ってるメロディーなのにすごく胸に響きました。ね、そうなんだよ。ちっちゃい頃にはこう聴き流してた曲って今になってこう聴くとめっちゃグッとすることが分かるよね。ね、いろいろ気持ちも分かるようになるしね。そうなんですよ。こういうことだったんだっていう。音楽と映画とかってやっぱそういうのあるよね。そう、はい、ありますか。大丈夫ですか。ではここで発表させていただきます。はい、リリーリリールリリちょっと読み方合ってるのか分かんないけど、うん、3、ライブの急上昇、現在1位ですよ。おっ、え、あ、 YouTube、 YouTube ライブ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様のおかげでございます。これこっちより皆様のおかげでございます。今後ともよろしくお願いします。そうかそうか、ホットワードも先ほどは3位だったということで、あの、グッセブンですかね。グッセブン、すごいですね。ホットワードやってないね。まだやってないね。今やりますね。あの、で、あの、ちょっと今つぼみの歌詞少し間違えてしまったところがあったんですけれども、そちら、あの、YouTube にちゃんとしたバージョンアップさせてもらいました。申し訳ございません。よろしくお願いします。素敵なコメントも来てましたよ、それについてね。後で読ませていただきます。はい、というわけで今 YouTube ライブの、見てくださる方が結構多いということなんですけれども、はい、もっとね、たくさんの方にこのやっぱり生ライブを見てほしい、うん、で、はい、多分あの YouTube に僕らいつもこうアップさせてもらってるし、うん、あのアーカイブも残ってるので、うん、これを本当に生かどうか分かっている方がいないかもしれないということで、今日のホットワードは生配信でございます。なるほどね。はい、漢字でですかね。漢字で生配信。生配信なんですよ、皆さん。はい。ライブでございます。こちらでございます。まなみさんが持っていきますけれどもね。ででーん。これを今から、まあ、皆さん準備してもらって、同時にみんなでつぶやこうというね、そんな楽しいゲームをしたいと思います。ゲーム、はい、ゲーム。みんなで一緒につぶやけるかなというね。そう、勝ち負けあるからね。難しいですからね。難しいですからね。はい。はい、Twitter やってる方に、のみですかね、これはね。なんですけれども。そうだね。そう。ハッシュタグ生配信をつけてこれから一緒に同時につぶやきます、うん、ですから今はまだつぶやかないでください。じゃあ、あみちゃんのためにツイートを打ってあげる ね、 そうですね。日本はジョニーさんと、竹渕さんがグースセブンをつけて、まなみさんです。まなみさんですかね、まなみさんのアカウントで、はい、グースセブンをつけて今からつぶやきますので、皆さんハッシュタググースセブンをチェックしてもらって、あ、こうやってやるんだなっていうのを確認してもらいます。あ、シャープね、生配信。いや、あ、もうシャープ、あ、そう、シャープ、そう、ハッシュタグ生配信ですか、ね、そう、ハッシュタグで、あ、じゃあ、シャープはもうつけるってことですね。そう、つけますね。グースセブンもつけてね。はい、では今からジョニーさんとマナミさんのアカウントでグースセブンの、まあ、ハッシュタグの欄にその見本がいきますので、そちらをチェックしてもらって、うん、皆さんにこれから同時につけてもらう、うん、では見本いけますかね。はい、では見本の10日まで、うん、はい、まあ、あのホットワードっていうのは、
この時間帯、まあちょっと短い1時間ずつとかですね、うん、の時間で一番つぶやかれてる言葉がランキング形式になってます。 それの上位を目指していこうとイエイいうことでございます。で、先ほどブースセブンが我慢3位だったってことで、まあ、さっき3位、4位って来てて、まあ、上がるんじゃないですか、ね、あわいいですね、上がるといいですよね。一番取れるといいよね。一番取りたいんですね、取りたいね、はい、一番が好き。まなみが言ってますね、はい、もう一回言った方がいいんじゃない、うん、では、1番あーごめんごめん、さすが上位じゃん。はい、いきます。じゃあ、見本を投下しますね。せーの、ドーン、はい、はい、それを見てですね、皆さん、あのこうやってつぶやくんだなというのを確認してもらって、うん、はい、じゃあこれこちらに置いておきます。じゃあ今じゃあカキカキタイムですね、うん、あ、やべ、前のフライトが見える。まあ大丈夫でしょう。まあいいでしょう。いいでないの、もう言っちゃってるしね言わなきゃ、はい、まあね OK じゃあ皆さん準備をしてください。はい、これからジョニーさんのカウントに合わせて皆さんで作っていきますからね、うん、何秒にしよう。どれくらい？30秒で。30秒で。30秒後に同時につぶやきますので、皆さんはつぶやきの準備をしてください。そうです、お願いします。じゃあその30秒間はじゃあケイちゃんに。な、出たな、はい、じゃあこっから、はい、最近あった楽しい話をね、してもらいますよ。いい話、なんだろう、ちゃんと話しきなきゃいけない、30秒ぐらいちゃんとね、なんで一回経ったの今。楽しい話でしょ。そうだよ、これはもう確かにあるよ。楽しい話、バージョンってだって制作もあったし、日常的によくしてるじゃん。まだ時間あるよ。楽しい話は、ま、最近がいいんだほら、あ、10、9、楽しい話はね、テレビ、テレビの話も、ね、5、テレビに出ました、8、出ます、7、初めてはい、OK の生配信イエーイ、スタートあの、この2人もつぶやくあ、ゲームスタートはい、みんなつぶやいてください、皆さん生配信のよろしくお願いします。さあ、誰が一番これをツイートして誰が一番リツイートされるか何言ってんの、このそういうゲームです。違うよ、違うよ、喋り出す時にって言いすぎるよね。そういうゲームではありませんけど、はい、ね、はい、これでね、ね、生配信って何だろうなってこう見てくれる人が増えるといいですね、うん、ぜひ皆さん、なんだろうなって、これ以降は生配信とグッセブンをつけてつぶやいてください、はい、お願いします、はい、お願いします。それでは、またアルバムと DVD の話とかに行きたいと思います。おお、質問などまだあったりしますか。来てる来てる質問、はい、はい、いいですか、どうぞ、うん、はい、桜井美咲さん、おお、この曲は誰と誰が歌うとかってどうやって決めるのですか。ああ、いい質問、ね、そうね、でもやっぱ歌詞がメインだよね。まあ、歌詞とか、まあ、メロにもよるし、そうだね、曲調とかメロにもよる、そうだから、まあ一個面白いのはそれによってこれでいこうって言ってたキーが変わることもあるっていうことだね、変わる、そうだね、どうやってって言われると、まあ男性キーが女性キーになってるもん、それはありますよね、あとさ、やっぱさ、こうみんなで基本的に作るんだけどさ、サウンドプランニングっているじゃん、やっぱ、うん、先頭に立って作る、うん、あの曲と歌詞のね、リーダーがやっぱその人たちの独断っていうのもありますよね。この歌詞はこの人に歌ってほしいみたいな、うん、そうだね、でももう本当に例えばケイちゃんだったらケイちゃんお願いしますみたいな、うん、そういうのもある、そうそう、そういうのもあるしね。確かにその歌詞書いてる時から、うん、こうメンバーの誰かを思い浮かべながら書いてる時もある。あ、うん、そうだね、そうかもね、そうだよ、やっぱメロコを作ってて、うん、もうやっぱここはこの人が行くと絶対美味しいし、うん、あ、そうだね、こうキー的にはこの人が行った方がいいとか、うん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 、そう、そういうのはあるのかな、まあ、あるけど、たまにその女子が歌うのを想定して書いてたんだけど、うん、男子が歌うことになった時に、まあ、急に一人称変えたりもするよね。あ、メンバーが男子になったから、うん、じゃあ僕にしようねみたいなのもあるよ、全然。だからね、あの曲によってはほら、歌ってもらうことあるね、実際にね。あ、実際にね、実際に歌ってもらうんですよ。そうそうそう、仮歌ね。その仮歌、そのね、ここをちょっと歌ってみて、うん、って言って、まあだから、うん、グループ内オーディションってやつ。そう、確かに、いや、うん、あ、あれオーディションなんだ。まあでもね、それを聞いてこう誰がそれをゲットするかっていう。まあね、その上手さとかで測れない部分だしね。そう、声、うん、とかやっぱニュアンスとかでも全然変わってくるから、ね、この曲を伝えるにあたって一番ベストな、うん、そう、ね、だからまあどうやって決めるかっていうと、まあこういうことを経てこう決めてったりもしますし、まあ、全然2点3点するしね。ちなみになんかその そこのなんていうんですか、僕から質問ですけど、うん、なんかこうなんか後腐れ的なものはないんですか。あ、私落ちたみたいな。え、歌いたかったのにってこと。歌いたかったのにみたいな。ああ、いや、あると思う。ある、私ある、ある、ある。
お、すごくある、あ、すごく1、2曲あるかもしれない。お、歌いたかったなみたいな。あ、まあなんか別にクソとかじゃないよ、なんでこっちだとか思わないけど、でも歌いたかったなっていうのがあるよね。ある。やっぱ曲調が好きだったりとか、うん、歌ってて楽しいメロディーってあるじゃない、うん、あるある。だからそういう曲だったりすると歌ってみたいなって思ったりはするよね。うん、逆に俺はこう別の人がなった方がいいなって、こうなんか、うんうんうん、例えば、まあなんだろうね、自分が歌うよりこう人が歌って良くなる方がいいなって、うん、あ、そういう場合も全然ある。あ、なんか両方あるよね。そう、両方ある、うんうん、だからたまにユニットライブとかってさ、その歌ってるメンバーじゃなくても、そうだ、ね、ユニットライブではやるときに歌って参加できたりするじゃん。そういう時嬉しかったりする。そういう時もある、ね。ちなみになんか制作、今回のまあフライトも17枚、まあ17フレーズ17じゃないですか、ね、はいはい、結構作ってきましたけども、うんうん、制作の意識とかってなんか変わったりとかってありました？うん、ね、ありますよね。なんかこうグースといえばっていうのをやっぱり頭に置いて曲書くけど、うん、そればっかりだとやっぱつまんなくなっちゃうから、なるべくこうトゲのあるというか、こうエッジの効いた曲を書くような意識とか、うん、こう制作、うん、まあね、まあコンペみたいなのやるじゃないですか、はい、だからその中にはもう 1,2 曲は絶対こうトゲのあるやつをこう出したりとかするようにはなったかもね。なんか似通ってきても嫌だもん、うんうんうん、スイングガールとかはね、エッジ聞いてますよね。エッジ聞いてますね。あれはね、うん、実は歌詞でもメロディーでもなくて、最初にちょっとなんていうか、ストーリープロットみたいなのを、そうだね、うん、作って、そこから歌詞作ったりとか、うんうん、曲にしたりっていうやり方を取ったんですよ。うん、それは今まで多分やってないかな。確かに、今回の制作タームでは、うん、実は過去に書いた曲とかも入ってるんだけど、うん、でもまあ今回に本当に書き下ろした曲もあるじゃない、うん、今回はストーリーラインっていう制作方法をとってね、歌詞はね、すごい細かく、すごい全部ね。そうそう、だからさ、あの歌ちょっとほらバッティングセンターで始まるじゃないですか、うん、歌い出しが、うん、なかなかバッティングセンターで歌い出し始めようと思わない、ね、あれもあのストーリーのプロットに最初に場面はバッティングセンターみたいなのあって、うん、もう歌い出しにもうバッティングセンター入れちゃえみたいな感じでできたのがあの歌詞なんですよ。そうそうそう、そう、だからそういう意味では新しいなって。そうだね、最初全然歌詞違ったもんね。なんか最初ね、うん、違ってたっけな。いや、最初からバッティングセンター、あれね、いや、俺なんかね、バッティングセンターだけどなんか内容が結構違ってる。あ、内容はね、内容は違うかもしれない、うん、主人公の性格とか。確かに、うん、そうなの。でもあれだよ、そのだからストーリーのプロットっていうのを最初に作って、うん、で同時に歌詞も曲も作り始めたの、ね、そう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 っていうね、ちょっと変わった作り方をした曲、うん、だからこうまあそれがあって曲書いて、で曲できて歌詞ができてみたいな、こうなんかこう面白いやり方だったよね、うん、今回は、ね、そうなんです、うん、そうだね、楽しかった。でも、うん、なんか物語を考える感覚でね、歌詞かけてすごい楽しかったよ ね、うん、そうですね、うん、逆にだからこう言っていいか言っていいんだと思う。無邪気な冒険心はあのもう3年前に作った曲だったりするんですよ、うん、もっと前じゃん。もっと前じゃん。えっとね2013か4だった気がする。うん、多分そんな前なんだ。4、5年前だと思うよ。そうなんですよ。とかもあったりするこれこれ俺ね、めっちゃ恥ずかしい話なんだ、この曲。無邪気、そう、この曲のなんかね、デモをね最初聞いた時にね、工藤くん、歌詞めっちゃ良くなったねって言ったのよ。そしたら、ね、いや、これ3年前から書いてないよってめっちゃ恥ずかしい。あ、ごめんなさいみたいな。なんかあったよね、なんか。あ、そう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 、うん、そういう場合も、そういう曲もありますよね、昔も、はい、昔って言ってもあるよ、ね、うん、いつ使われる、だから自分たちでもそう、えみたいなのもあるよね、これか、ね、毎回結構だからストックがいっぱいあって、その中から掘り出したりもするし、ね、結構でも今回は、うん、あの新しい曲が多いかな、うん、だからひょっとすると次に出るね、アルバムなりシングルなりがあった時には、うん、そこから今回のタームから入る可能性もありますよね、うん、はい、うん、ありますね。そうだね、選ばれなかった曲いっぱいありますね、うん、あるね。それそれ嫌なの。今回でも一番量多いんじゃないそうかもしれない、いっぱい作ったね、一番多いかもしれない。めちゃくちゃ書いたね。めちゃくちゃ書いた。まあ、そのいろんな曲の中から選ばれた10曲なのでね。ぜひその辺もこう、はいはい、いろんな、ね、過程があるんだなってことを思いながら聴いてもらいたいと思いますけども。まあ、そんな、アルバムを引っ提げてグースハウスツアーが決定しております。ありがとう。会いに行けるよ。はい、じゃあ
さやかさん、どこに行くか日付も含めて、はい、5月5日土曜日、ゼップ札幌、ゼップ札幌、はい、そして5月10日木曜日ゼップ名古屋、はい、そして5月12日土曜日ゼップ東京、東京、そして5月19日土曜日ゼップナンバー大阪でございます、ありがとうございます、大阪締め、札幌始まりの大阪締め、うん、4カ所、はい、うん、いいですね、うん、もうすぐだよ、すごいだよ、あと2週間です、2週間か、はい、すごいな、いやもう札幌と名古屋は1年ぶりなので、本当そうだよね、すごい楽しみ、まあそれ以外も楽しみなんだけどね、こうやっぱ久しぶりに行く地っていうのは全然また、いやそうだよ ね、変わってることもいっぱいあるし、そうだね、なんか変わってないクリスマスも見せたいですし、みんな1年ぶりに行くから忘れてないかな、ね、忘れてるだろうね、忘れてないよね、まあそれをぜひね、忘れてないよって方は来てください、はい、待ってます、もうチケットが、はい、一般発売しても東京がもうないのかなっていう感じなんですけれども、そうだね、札幌、名古屋、大阪はまだちょこちょこ、はい、2階席はちょっと埋まり始めちゃってるんですけれども、はい、うん、チャンスあるとこありますので、あ、札幌来るの、だって行くよ、行くよ、札幌行きますよ、初日に行くよ、そうだよ、札幌から始まるよ、初日はね、待ってるよ、初日はやっぱね、俺やっぱ見た方がいいんじゃないかなって個人的に思う、うん、気持ちとかこうやっぱ うん、なんていうの、他の公園では見れない、まあね、何かが絶対ある、てかやっぱりなんだろう、一発一発こう本気で、ね、命かけてやってるじゃないですか、うん、だからその中でも一発目だから、そうそうそう、めちゃめちゃもう気合がこう空回るぐらいの気合が入ってますから、絶対空回るじゃねえかちなみにね、去年のツアー空回りましたもんね、ちょっと怖いね、ありましたもんね、はい、空回るツアースが見れるのは確かにです、それアピールしたちなみに、前回、去年のライブ、まあ、ライブハウスさん2公演でしたけど、はい、あれの初日は東京で、あの DVD 化されてますけど、うん、そうなんですよ、ああいうね、そう、ああいうことも空回りせず、どういうこと、あ、初日なのに空回りせず、そういうのもありますからね、けどその前の1個前のツアーでは空回りしましたけどその人がそれ空回りじゃねえかよって言ってるいや本当にツアーはやっぱりこう僕らもね、あのいつもこうやってストリーミングを通してライブをさせてもらってますけども、はい、実際どのぐらいの方がどういう方がね、あの待ってくれてるかっていうのはもう現地に行ってみないと分からないんだ、そうなんですよね、あの幕が上がった瞬間っていうのは本当に何にも変えられない幸せな瞬間ですよね、うん、泣いてしまいそうになりますね、毎回、だからあのまなみさんがね、泣きそうなのか泣くふりをしてるのかっていうのをぜひあの本番見に来てください ね、 本番をね、本番見られたらそれが泣き真似だちゃんと鼻水出さないとダメだよ、あ、じゃあはい、鼻水出さない、どういうことか出したら泣いたということ、わかりました、鼻水も出さない、はい、はい、OK、ね、本当でも本当にあのね、あの5月5日から始まるツアーでございますけれども、うん、もう2週間と迫ってますので、うん、まあ、チケットはあの毎日僕らもつぶやいたりとかしてね、なるべくあのみんながこう分かりやすくチケットゲットできるようにさせてもらってるので、やっぱりツイッターなどチェックしてもね、あの来てほしいなと思いますけれども、はい、まあ、あのライブ、ね、まあ、ストリーミングでしてくれた方の方がやっぱ圧倒的に多いと思いますので、そうですね、そんな中こうライブの不安なこととか、はい、ライブっていうのはこういうもんだよっていうのも僕らからもなんか少し今日お話できたらなと思います。逆にさ、あのなんかこうほらライブハウスってこうちょっと特殊な場所じゃないですか、うん、ちょっとハードルが高いというか、うん、なんか場所は思うんですよ、うんうん、なんか僕気になるのはみんななんかそういうことなかったですか、初めてライブハウス行くとか時になんか、いや、あったかも、でも怖かった、あ、怖かった、うんうん、やっぱその知らない世界だし、なんかちょっとアンダーグラウンドな感じというか、そう、もう なんか起きるわけじゃないけど、なんかどうしよう、怖いおじさんとか出てきてコラーとか言われたらとかそう、とにかくもう未知の世界だから怖かった、うん、だけど行ってみてもやっぱ未知の世界だった、だけどすごくいい未知の世界だった、うんうん、行って後悔はしてないね、一回行くと多分病みつきになっちゃう、病みつきになるね、ライブってね、うん、なんか、うん、なんだろうね、こう芸術をやっぱり見てるというか、はいはいはい、体感するとすごくこう、そうそうそう、自分、ね、その瞬間にしかないものだから、そうだね、ものすごいやっぱりなんか、うん、なんだろうね、
変わるよね、いろんな価値観とかものの考え方とか。だいたいだからライブ行ったりとかすると明日から頑張ろうってまず、うんうん、なんかこう勇気をもらったりとかすることが多いけど、うん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 、ね、俺ね逆に苦手だったの、やっぱり行くのがすごい、そういうの音源でずっと聞いたりしてたけど、ちゃんとこうお誘いしてもらって行った時に、あのあれかな、スターダストリビューさんをこう見た時に、なんていうの、本物だというか、もう一声目上がった瞬間の鳥肌とかはやっぱ忘れられないもんがありますよね。それまでの苦手意識とはと思っちゃう。なんかあれさ、私さ、この間本当に私あんまりライブに行ったことがない側の人間として、こう私あの整理番号で並ぶってことを初めてしたんですよ。そうだからあの時にあの何番の人はここに集まってくださいとかさ、ああいう指示をされた時にってなったよ。だから本当にドキドキしたし、中入って並んでこうジュースを買うとか、なんかさロッカーがあるんだとかさ、ちゃんとなんかそういうのが知らなくて、で入ってあこんなに人いっぱいいるんだっていうこともさ、外に並んでるだけだとあんまり分かんないけどいるんだけど、始まってた時のあのそれまでいろんな話してるのに、始まった時のあのグワッていう熱量、集中力ね、あれに感動した。あ、分かるかもしれない。それ、ね、いろんな場所が来てる人だけど、一点に集中するのね、引き込まれるからね、ライブにね、あれは感動的だよなと思いました。そうだね、みんなどんなことをライブなんか心配してるのかなっていうのをちょっと知りたいですよね。うん、そうね、行く人、ぜひ、ぜひというか、ね、心配事を私たちに。ちなみにあのライブに今回のツアー初めて来るよとかいう人がいたら、あのつぶやいてみてほしいんですよ。あ、そうですね。うん、はい、ね、あ、ペヒナさん、はい、ライブハウスでのドリンクっていつ飲むべきなんでしょうか。これ私も思うのよ。俺はもう始まる前に飲み終わっちゃう、大体。私もね、速攻変える。速攻チケット、ね、ドリンクチケット変えて。あの、ゼップ、ね、そういうことですか。ゼップは、ゼップのドリンクシステムって、ソフトドリンクは全部ペットボトルだったっけ。そう、ペットボトルだった。ホルダーをくれるんだ。くれる。そう、ペットボトルホルダーくれるよね。そう、だからね、しかも多分ね、入ってね、そのままね、なんか買うっていうか、買える感じだった。並びがね。並んでいくと、そのまま行くみたいな。で、しかも終演後も、あの買えるんですよね。だからどっちかどっち派の人がいます、うん、両方の派閥の人がいます。でも時によるかも。私の時確か前だけだった気がした。へー、この間行った時は確か。あ、そうだったか。うん、もしかしたら違うのかもしれないけど、まあ好きな時に交換できますから、ゼップはというかドリンクは結構ね、あのキャップがついてるやつするから、ね、持ちやすいよね。持ちやすい、大丈夫です。こぼす心配とかもないですからね。ない、はい、じゃあちょっとその質問を受けながら、はい、次の曲に行きたいと思います。はい、さあ次の曲はですね、なんとこの方たちが歌ってくれます。どうぞ。はい、はい、先ほどの3人でございます。これじゃあまたジョンとヨコ歌われるんですか。そうなんです、ジョンとヨコの曲でね、ちょっと歌わせていただきますけれども。そう、そんなわけあるか。わあ、元気よくいきましょうね、まずね。イエーイ。何の曲だ。さっき冒頭であのちょっとアイドル事情がうんぬんみたいな話を僕しましたけれども、うん、最近ちょっと調べていってびっくらこいた。なんと、48グループと坂道グループが、うん、コラボしていたという、坂道 AKB という、うん、うん、あと AKB 坂道48か、うん、っていうあのグループができてたと言うんですよ、うん、で今日はもうその興奮そのままにその坂道48の曲をやりたいと思います。おー、勝てるぜ。曲名はズバリ国境のない時代です。まあやっぱり、まあ、当然作詞は秋元康さんなんですけど、はいはい、まあまあ毎度毎度本当に時代に一石を投げますなっていうね、うん、感じで、でもやっぱこうグループの垣根をこう取り払ったグループでこういう曲を歌うっていうのはまたこう、うん、いやーなんかよくできてるなっていう感じなんですけど、ね、うんうん、あの曲も本当かっこよくて、MV が話題になってるよね。そうダンスか、そう、各グループのあのまあ、メイン曲とかがあるじゃないですか。その振り付けをちょっと入れてたりとかして、各グループ、そうなんですよ、ね、それで国境を表していたりとか、でもそれが一つになるよっていう MV のストーリーになってるんだけど、すごくいい、かっこいい、うん、
そうなんですよ。なんかこう、あ、やっぱ坂道 AKB ですよね。坂道 AKB、 あ、坂道 AKB、 あれ、なんて言ってた？坂道 48 AKB です。坂道 AKB ですよね。はい、坂道 AKB です。そうなんですよ。まあ、あの、本当にリアルになんかこうやって世界と簡単にね、うん、ネットとかも使って繋がるような、はい、あの時代になりましたので、うん、本当になんかそういう国境を越えたそういうビジョンみたいなのは、うん、やっぱりなんかこうこれからどん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 進化していくんじゃないかなと思っていて、うん、はい、なので今の若い方にもぜひ聞いていただきたいとか、うん、はい、そんな風に思っております。うん、じゃあ準備いきましょうかね。はい、おはようございます。はい、楽しみ。ちょっくら私練習してるの聞いたんだけど、そう、めっちゃかっこいい。やめてください。楽しみ。まだ言うよね。まだ聞いてないから。本当にかっこいい。そういうさ、楽しみだよ。そういうことを言うよね。そうなんだ。かっこいいですよ、これは。気になる気になる、ね、ちょっと演奏を楽しみに。やっぱジョニーさんの気合をね感じました。アイドルといえばこのジョニーさんが入ってね、やることが多いですからね。そう、 AKB グループといえば、はい、どうでしょう、あのライブの質問などあればそれをね。こちらはちょっと、あ、見てるかな。ライブの話はちょっと、あ、クラゲさん、クラゲさん、東京で初参戦します。東京で初参戦ありがとうございます。ライブの時持ってたら便利なものはありますか？あ、あのね、うん、2階席とかだとあの双眼鏡を ね、 あね、打てたりするんですけど、ね、まあ、よりこう、なんだろうな、まあ、見えるんだけど、見えるけど、よりなんかこう何やってるのかっていう、ね、僕ら結構、ね、うん、6人が結構いろんな楽器とか使うから、その時に何を持ってるのかなとか見るのに、うん、双眼鏡とかあると、いいかも、ね、より楽しめる。はい、どうぞ。はい、キサさん、初めてのスタンディングなのでカバンはどのタイミングでロッカーに入れるべきなのかっていうのが分かりません。あーね、着いたらすぐ入れちゃいますか。入れた方がいい。何を持って、じゃあ、まあ、貴重品だけ持ってね。貴重品だけ持って、うんうん、うん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 。アルトさん、はい、グッズとかってそこで買えるんですか？買えますよ。買えます。ライブ会場で今日はね、また後でこれもきっと買えますよ。紹介しますけれどもね、うん、新しいグッズがございますからね、うん、ぜひチェックしてほしいなと思いますけれども。とさ、タオルとかさ持ってたら、うん、こうライブハウスでさ結構ぎゅうぎゅうで熱気もすごいから、うん、汗とかでタオルを持ってたらいいよって思ったんだけど、買えますね。買えますね。あと、まあ、着替えとかあった方がいいなと思うんですけどね。買えます。買えますね。まあ後でちょっとね、どんなものを、ね、ライブで売るのか出るのかっていうのを ね、 そうですね、後でね紹介しますけど、はい、あとあれね、やっぱり結構人が密度が高いので、うん、具合が悪くなっちゃう方とかもいらっしゃるんですよ、うんうん、そしたら本当に無理せず、ね、ちゃんと手を挙げたりとかしてくれれば、うん、案内してくださる方もいますし、うんうん、もうグースハウスのライブは結構アットホームなので、もう問い合いに来てくださったら行っていいです、うん、自由にちゃんと僕がずっと 見届けます、うん、静かにしてね、喋ってても途中でちょっと待ってくださいね、見届けますよ。見届けるのね、うん、行くまで見届けますか。ごめん、ちょっと前半聞いてなかった。というのは冗談で、トイレにも自由に行っていいですし、うん、まあ、全員行ったらね、ちょっとそれ誰もなっちゃうんですけど、うん、本当にこう具合とか悪くなるとか心配もせずに、うん、心から楽しみましょうね、うん、はい、ごめんなさい。じゃあ、けいちゃん、はい、ご紹介を。あ、そこまで聞いたから、AKB かな、高道 AKB。 はい、それでは次の曲はジョニー・マナミ・ワッシュが歌います。坂道 AKB さんの国境のない時代、どうぞ。
しい愛のそのメロディー言葉が分からなくてもなぜだろう同じ時代を生きる意味はどこで生まれてどこで育ってもただ一つの命を授かって何をするためここに幸せだとか不幸せ繰り返しこの空見返せまた終わるよ今こそ未来だ一緒に歌おうかここで生きてれば繋がれる僕は君ら分かり合えるよ君は僕ら知ってるだろうこの地球上は争うことね壁とバンジョーで、うん、これも国境のないなんか楽器で、ね、国境のないようなちょっとうまいこと言うようになったよ。いろんなねジャンルの楽器が集まる、ね、なんかねジョニーさんはさときさんとかがね三振できんのっていうコメントがあって三振ではないですね。バンジョーで三振っぽいのか。そうね、まあ三振音はちょっと、ね、構造がちょっと、ね、似て構造が似てるので、ね、まあ、初めて見た方もいるので、あの楽器はどんな楽器ですかね。すごい速さ。どんな楽器ですかね。バンジョーさん、ちょっと押しつかれてる。この曲、言わせて、言わせて、この曲はね、3人すごいんだよ。じゃあ初めてじゃね、このパターン。聞いて、ちなみに、まあ、インターバルが全くないんですよ。疲れてるね。そう、息切れもすごいし、もう、あの、じゃあ、後で、じゃあ、次、取り次ぎ。やばい、今の。疲れてるね。バイザウェイさん。バイザウェイさん、はい。坂道 AKB かは分からんな。でもそこにジョニーがいるとなぜか嬉しい。おお、ね、まあね。アイドルといえばね、やっぱジョニーさんですからね。そして、チーさん。チーさん。DVD でも気になっていたけど、バッシュのはアコギ型ベースですか？ああ、なるほど。あれはね、アコースティックベースと言いまして、まあ、ベースはベースなんですけど、うん、アコースティックなボディをね、しているベースでございまして、ピックアップがマグネットで拾わずにブリッジの下の、ピエゾピックアップというもので音を拾うということですね。分かるかな、みんな。あれね、ベースってね、本当は電子だから、そうそう、音が出ないんだけど。だけども生音でも割といけますし、ただまあ音の出方はちょっとまたちょっと違うんですね。拾い方が違うので。うん、あれだよね、ハウスでは、前のハウスかわかんないけど、では生でやった時もあるもんね。あるある。確か。あるかね。ある。いつでも誰か。なんか、ね、その時はそのベースは普通は繋がなきゃいけないけど、あれだったら、うん、まあ、ちょっと部屋とかでも全然できたり、演奏ができたりする。ラブ&ライフの PV で弾いてるよね。PV でもいいですね。PV? あの、笑顔の花も弾いてる。笑顔の花もね。そうだね。結構。で、レコーディングでもそれで笑顔の花じゃない、
ラブ&ライブは神戸で拾ってたりとかしますね。はい、わかりますか。曲に関しては大丈夫ですよ、AKD さん、AKD、初めて聞いたけど歌詞が今の時代に合っている気がするし、その雰囲気を感じられるカバーだと思う。ありがとうございます。まるでなんか歌詞を書いた人違いますよ。そんな失礼ないやいやいや、そうです、冗談ですよ。はい、うん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。復活しました。復活した。ありがとうございました。はい、ではでは、先ほどね、このフライトを持ってツアーに回るという話をしたんですけれども、はい、このツアーで、新しく、販売されるニューグッズがございますので、はい、ちょっとね、手短ですがございますが、まなみさんに紹介をしてもらいたいと思いますよ。はい、といえば、お願いします。それでは、まなみんのツアーをでゲットしてほしいグッズ紹介、題して初めてのもの目白押し、イエーイ、イエーイ、よし、オッケー。それでは、合わせてやるからさ、あと前々こうなんか言ってくれればやるからね。言ってて、あ、ごめんね。はい、いっぱいあります。普通にじゃあ、普通に、はい、危ない危ない、普通にやっていきますかね。はい、普通にやっていきます。はい、わかりやすくね、説明させていただきます。まずはですね、じゃあこうオーソドックスなものからいきましょう。はい、はいはい、まず毎回おなじみの、はい、ツアーティー。はい、ツアーティーです。ツアーティーでございます。ケイちゃんが持っているのがホワイトですね。ホワイト、ここにグースハウス、ライブツアー2018フライトと書いてあってね、ここ各地行く場所ですね、4箇所のこのなんかイメージしたマークがですね、書いて、そう、これね、なんかね、何のマークなんだろうってみんなね、ツイッターでちょっと話題になっててね、なんかその謎解きをしている人とかがいてね、ちょっと面白い、うん、でこちら私が持っているのはネイビー、黒じゃないよね、黒じゃないんだよね。そう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 、だからこっちだとね、こうカラー、今回のテーマカラーがパステルなんですよ。パステルカラーなので、こっちはね、より一層そのちょっと蛍光っぽくて可愛い、うん、柄がよく見えて可愛いです。でもね、こっちもすごいおすすめ、うん、はい、なんでよくこんな感じです。はい、はいはい、T シャツでございますね。はい、 T シャツでございます、はい、そしてですね、じゃあオーソドックスから、はい、はい、そしてツアータオル。ツアータオル、綺麗ね、これは。はい、これはもう一面空ですね。フライトにぴったしだね。そう、これをね、こうやって、こうやってやれば、空を飛んでるみたいな気持ちになる。なんか銭湯の後の人。そう、そう、これもね、さっき言った、あ、逆だった。逆。そう、これもね、さっき言ったこの各所の、ね、マークがこう書いてあってですね、すごい可愛い。これね、前回も前々回も確かこの幅のタオルだったんだけどね、これちょうどいいんですよ。ハンドタオルというか、普通に家で使うのもいいし、結構バスタオルとしても私使っちゃってる。これちょっと、ジョニーさん、これ巻いてみたら。どこに？腰出た、出たよ。あーね、あー、これ出ちゃったよ。それ、あ、事故だ。ジョニー。最高のジョニーが出る。はい、最高の。逆から行けばよかった。逆から行けば。いつもこっちから。はい、すいません。ちょっと足りないんですけどね。ちょっと足りない。前から負けばね。そう、前から負けば。学びはいいの。学びはいいよ。だったら横に。はい。お次はこちら。トートバッグ。イエーイ。はい。こちらもですね、トートバッグの説明をするときは毎回おなじみ、マチがしっかりついております。グースハウスのことはね、これがね、もうね、そう、定番でございます。定番でございますよ。しかもね、グースハウスのお客様、学生さんも多いので、はい、ちゃんとね、こうノートとか教科書とかパソコンとか がっつり入るサイズになっております、うん、でちゃんとここの縫製もしっかりしてるからね、どんなにいっぱい入れても大丈夫で、結構大きいからね、ちょっとした合宿とか、うん、持ち手も太めだね。そう、お泊まりとか、そうそうそう、行ってもいい、肩にかけやすい、うん、そう、太め、そうそう、いいこと言ってくれた。太めだからね、肩もね、痛くならないよ、うん、そう、で、これもね、マーク、これマークっていうのが正しいのか分かんないけどね、このマークが、各所のマークがついてる、名古屋、東京、大阪、札幌のマークがついてます。おすすめ、ね、うん、ちょっとなんかリネン生地っぽい感じなのかな、いつもよりもちょっとね、柔らかい生地ですね。そんな感じがするよね、うん、この中夏とかね、そう、これから夏始まりますから、そういう着たしですね。はい、ね、次から、あ、嘘だ、嘘だ、あ、でもこれは、これ単品は初めてだよね。次から、はい、いよいよ新しいやつが来ますよ、うん、はい、新しいやつがドドーン、はい、まずはピック、ピック、はい、そう、
クーサウスピック。そう、これもね、今回のテーマからパステルカラーでしっかり、揃えております。ね、フライトとかね、グースハウスツアー2018とかね、グースハウスとかね、グースハウスとか書いてます。はい、書いてありますね。はい、でこれね、私ね、ちょっとね、こうやって硬さ確かめたんだけど、ギタリストが一番嬉しい硬さ。そう、 0.7 ぐらい、 0.7 ぐらい。あのね、亀のオレンジよりちょっと硬いぐらい。じゃあ 0.9 ぐらい、ね、そう、 0.8 とか9ぐらいですかね。そうそうそう、その亀っていう業界用語。すいません、業界用語でした。すいません。そう、これね、このまま飾っても可愛いけど、世の中のギタリストの皆さん本当にね、使いやすいと思うよ。私これ使う、絶対使います。だからね、おすすめ、あのね、買うの、おすすめ、買う買う買う、だってすげえ可愛いもん。ただこれ削れるじゃん、ここが。ちょっと見せてもらっていいですか、一個ね。そう、ちょっとそれがね、怖いけど使わせていただきます。これ使いやすいね。そうでしょ、でしょ、そう、ちょうど使いやすいんですよ。ジャカジャカ人は。はい、じゃあ次いきます。はい、はい、はい、次はですね、こちら、クリアファイル。クリアファイル、そう、しかもね、これなんと3枚セットなの。そうなんですね。そう、ピンクとブルーとイエローのセットだね、うん、だからね、そう、これはね、もうだってさ、1枚だとさ、だってもう1個書類入れたら終わりじゃん。だけどさ、うん、色分けでいろいろ入れられるよね。それいいよね。そういいよね。あ、じゃあ公共料金とかの、ね、なんか振込みリアルな生活が出る。学生さんだったらどうする？学生さんだったら、1限の宿題はこれ、ね、2限の宿題はこれ、いい、ね、3限の宿題はこれでもいいし、あとはなんかお手紙とかね、この中に。うん、あ、ね、学生さんは本当便利、うん、これ見ると。そう、すごい。あの、講義のレジュメとか結構多いからね、うん、やっぱ初めは。レジュメ。そう。レジュメです。気に入っちゃった。言葉気に入った透明なやつ、ね、中が見られたくなかったりしても、こ、あ、それいいよね、何書いてるのとかね、うん、ちょっとしたレポートとか入れてる、うん、あと、可愛いからこの中にラブレターとか入れてさ、好きですとかやってもいいかもしれないね。はい、それでは次の紹介に行きたいと思います。全然手が入っとることあるさ。はい、そしてこちら、なんとミサンが作りました。これいいよね。そう、超可愛いんですよ、これミサンがね、これ声のトーンが電話出た時のおかんぐらい高いです。すごい可愛いんですよ、うん、ほら、わかる、わかるね、はい、そう、これね、やっぱミサンがってさ、一回結ぶと取れないじゃん。それ気にする人がいると思うんですけど、ミサンがってそういうもんだからね。でミサンガってもう私の時代とかすごい流行ったんですよ。足とかにね、そうつけて、でそれで切れると願いが叶うとか、ね、好きな人と両思いな。これは叶わないんですか？これは叶います。叶うんですか？でもそう、切れなくても、切れなくても、切れなくてもつけるだけでいいことがあります。大丈夫、やばいよ、圧速勝負だよ、やばいよ。そう、でもほんとそんぐらい、だってつけてるだけでハッピーになれるようなカラーだよ。確かに、そう、そうだ。でさ、一回やっぱつけるとさ、外せないから、みんなそれすごい気にしたりすると思うんだけど、私もこれつける。だから外せないのは一緒。だから、あれ見とお揃いになる。お揃い、そう、お揃いでつけよう。そう、だってこれがこうやってつけてればさ、離れててもなんか一緒にいるみたいじゃん。いい誘い文句だ。うん、すごいね。はい、じゃあ次。これツアーの日さ、みんな期待してさ、行ったらつけてる。ありえるからね、つけるから、ね、つけるよ。忘れちゃった。はい、で、これが、それ個人的にすごい推し商品。そう、まあ、全部推しだけど、これ特に。これなんだと思う？わかりません。ガムじゃないよ。なんかお菓子入ってたね。そうなの。でもね、違うんです。スタンプとか入ってたね。いや、さすがにそれはない。でも俺もひょっとするんだけど、スタンプかなとは思う。私も思った。あ、マジ、何で？スタンプだと思うじゃないですか。これな、実は何スタンプなんですね。当たった、やった、当たった。これはですね、ね、うん、サイコロキャラメルあるじゃないですか。あ、これ年齢バレるな。サイコロキャラメルあるんですよ。サイコロキャラメルと同じぐらいの大きさね。そう、同じぐらいの大きさで。何種類あるんですか？3種類です。お家のマーク と、うん、飛行機のマークと、グースハウスマークとインクがついてる。あら、インク嬉しいね。インク嬉しいでしょ。だからこうライブ当日に買ってさ、なんかこういうとこにペタ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 、顔とかね、そう、ペタペタペタ、あの顔に、あの 肌が弱い人はちょっとおすすめしないんですけど、ペタペタって貼って。インクの色何？インクの色はブルーなんだけど、うん、でもこれ、あの、これはもう付属でついてるものなんだけど、うん、何色使ってもいいから、うん、あの文房具屋さんとかに言うとさ、やっぱそのピンクとかイエローとかいっぱい売ってるじゃないですか、うん、だからこうオリジナルのインクを買っていただいてね、なんかペタペタしていただいてもいいですし、うんうんうん、もうだってね、これ、 あそうだね、例えば今思いついた今思いついたんだけどさ、これをさ、
油性のさインクでさあのアクリルとかのさアクリルとかにペタってつけてさこういうさグッズとかにペタペタしたら可愛いんじゃない、うん、かわいいよね、いいこと思いついたね。カスタマイズ可能だ。そう、カスタマイズ可能。押してみたらよかったね、今ね。そう、あでも髪とかに。あ、そう、確かに、ね、でも大丈夫、気にしないで。オッケー、じゃあ後で放送が終わったら髪に押したやつアップしまーす。そう、はい、以上お1,2,3,4,5,6,7種類合ってる、合ってる。以上、グッズハウスのライブツアーグッズでした。頑張った、すごく分かりやすかったです。分かりやすかった、うん、はい、ナイスファイト。ね、こちらが今回のゼップツアー、5月5日札幌から始まるツアーで、はい、販売されます。まあ、事前物販っていうのもございまして、ライブ始まる前からもう、うん、あの販売がスタートしてますので、そうだよ、ちょっと早めにね、来てもらえればもう間違いなくゲットしてもらって、まあ売り切れちゃうかもしれないから、なるべく早く来てもらったりとか、ね、そうなんですよね、来てもらってゲットしてほしいなと思いますよ。思います、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで早いもんでね、もう次が最後の曲なんです。早っ。おーおー、なのでちょっと、まあ、まとめに行きますけれども、うん、まず、グースハウスは、4月11日に、アルバムフライト、そして DVD& ブルーレイが発売されました。イエーイ、ね、ラブリブに出てるよ、ね、たくさんの方が、あとあれですね、笑顔の花が iTunes でミュージックビデオ配信されました、うん、そうですね、はい、これは3位だったんですよ。そうなんですね。だからね、あのぜひあの皆さんもあのどこにも流れてないですよね、フルバージョンは。あ、そうですね。そうです、どこでも見れないので、あの今なら iTunes で、今ならとかこれから見れるようになってますので、ぜひあの PV の続きね、気になる方は見てみてください。はい、はい、そしてフライトもね、あの引き続きぜひね、まだゲットしてない方は手に取ってもらいたいなと思います、うん、はい、そして、先ほどもお話しましたけれども、グースハウスのツアーが決まっております。はい、はい、5月5日札幌、札幌10日名古屋、名古屋5月12日東京、東京5月19日難波、大阪でございますね。はい、はい、絶好回りますので、うん、本当に来てください。もうね、あ、じゃあジョニーさん、今回のライブの見どころとかちょっと聞いてください。ライブの見どころですか、うん、あるでしょ、あるでしょ。あーでもね、なんかね、今回、まあ、リハやってんですけど、いろんな何回かで、うん、あの本当にね、なんかめっちゃグループいいグループになってます。あれ、なんか感覚わかるよね。うん、いや、積み上げてきたものがあるなって感じがするよね。なんかすごい、なんか6人でね、結構自由自在に音を鳴らせるみたいな感覚がありまして、なんかね、多分今まででも一番音楽的には一番そのなんかこう上質だっていうとあれなんですけどね、あのクオリティ高いものをお見せできるんじゃないかなと。すごい、そうそう、あ、まあでも気持ち的にはもうそういうぐらいの、うん、気持ち的には、うん、そうだ、見どころね、見どころは、あ、でもあのリハの時思ったの、なんかね、うん、あのみんながこうさ、こうなんだろう、こう手分けして音を作っていくじゃないですか、なんか、うん、ね、あの動画とか見ては多分皆さんなんとなく想像つくと思うんだけど、やっぱね、あの様はね、なんか自分身内でねやっててね、なんかうわ、この人たちやっぱ楽しいなって思っちゃうから、なんかあれは生で見てほしいですね、うん、あの6人でこうなんかこう工夫して、あのバンドじゃないじゃないですか、やっぱ普通に、そうだね、うん、工夫してなんかね音を作ってってる感じがね、またなんかそれはすごい楽しそうでいいなってね、うん、やってて思いました、うんうん、はい、結構緻密にね、あのアコースティックのアレンジもしてるからね、うん、こう一つ何かが足りないだけで全然違う曲になっちゃうような、うん、そういうもうほんと6個の、ま、声とその楽器が重なって初めて、出来上がるようなそんなライブになってますからね、はいはい、まあ、あとはなんといってもうちのおしゃべりクソ野郎がね、なるほど、なるほどね、私かな、私かな、まあいろんなあだ名つけれますけどね私じゃない、私じゃないな、私じゃない、誰だろう、誰だろう、私かな、まあね、ぜひ DVD 見てください、私がしてるじゃんと、DVD を見たら、もう誰がおしゃべりクソ野郎なのか、一目瞭然でございます、はい、まあそのクソ野郎もね、頑張ってますけど、そうだよあれなんですよ、あのブースハウスのライブは参加型です、はい、そうなので、まあ、かといってこう無理やりね、こう頭振ろうぜとかそういうことはない、けどばちゃんとこう丁寧にこう一個こうやってやるんだよっていうのを話しながらやりますから、はい、あの初めての人でも全然こう心配しないでください、心配ないよ、もうね、あの、うん、誰一人置いていかないのでね、うん、いかない、ぜひぜひあの初めての方も、まあ、おなじみの方も遊び来てほしいなと思います、うん、います、よろしくお願いします、お願いします、はい、そして、もう気になってた方も
たくさんいらっしゃると思います。先週の日曜日に告知が解禁されました。はい、明日4月の22日日曜日22時57分からテレビ朝日系カンジャム完全燃焼出演いたします。イエーイ、お願いします。もうびっくりドッキリ楽しかったね。楽しかった。いやー本当に、うん、もうほんねー、うん、今回はあのコーラス&ゴスペル特集という、はい、そうですね、はい、そういうね番組でなんか拡大版らしくてスペシャルらしいですね。すごいよ、すごいね、すごいです。本当にことあるんだなと、あるんだなってね。ね、僕らも改めてね、こうなんだろう、自分たちがやってるコーラスについて解説とか、はい、させてもらったりとか ね、うん、まあ、現場でね、あんなことやこんなことが起きるなんてっていうことがありましたからね。こんなことが起きれない。もう絶対見てほしいね、あれはね。絶対見てほしい。いや、まあ、もちろん、関ジャニ∞さんとのセッションもございますし。そうですね。ね、あの予告でね、ちょっと見えたかった、ね、ああそうですね、予告ももう自分で見てて頑張れ。本当にね、そう、みんなさ、ね、俺らこう、いや、何しても音楽番組っていうのは出たことあるけど、そう、バラエティーじゃないですか。そうそうそう、やっぱね、音楽番組でもあり、バラエティーでもあるから、成長しました、うん、でもね、本当に僕らが出る出ない関係なく、まあ、僕らもチェックさせてもらってた番組で、本当に音楽についてすごくこう勉強できる、うん、今この時代ではこの番組が一番こう音楽について学べるんじゃないか、熱いんじゃないかなと思うような、そんな素敵な番組なので、ね、うん、ぜひ明日の22時57分から見ていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そしてですね、ここでですね、グースハウス YouTube ライブからの、まあ、ご報告なんでございますけれども、はい、毎月恒例でこの生配信、うん、YouTube ライブもね、来たんですけれども、しばらくの間ちょっとお休みさせていただこうと思ってます、はい、まあ、のツアーの模様などなどはね、ちょこちょこ配信するかもしれないんですけれども、この生配信は、ちょっとしばらくお休みさせてもらおうかなと思います、うん、はい、でもですね、YouTube のカバー動画とかは、うん、同じように毎月アップさせていただきますので、はい、ぜひそちらを、楽しみにしておいてほしいなと思います、うん、ね、そしてね、やっぱりこういつも画面越しで応援してくれてる皆さんに感謝を伝えるべく、僕らも ZEP ツアー、はい、回りますので、うん、ぜひね、直接会いに来てほしいです。会いに来てほしい、うん、やっぱり、僕らこの生配信にね、いつもこう思いを込めてやってきてますけれども、また生ライブはまた別物でね、その時にしか生まれない音だったりとか、うん、思いみたいなものがすごく溢れる素敵な、あったかい空間になりますので、うん、ぜひ、一人でも多くの方にね、うん、その現場に来てもらってね、うん、一緒に音楽を楽しんでほしいなと思いますので、うん、ぜひ、ZEP ツアー遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、という感じでございますかね、はい、うん、まあ、でもツアーのかあれだよね、様子とかちょこちょこ配信するかもしれない、そうかもしれないし、ちょっとお休みするのは生放送だけで、ツイッターとか全然もう元気に活動していくんで、なんかみたい なんかすごい心配してる人がいっぱいいるから、あえて言うんだけど、心配することなんもない。そう、ちょっとだけお休みいただきます、それだけ。はい、うん、はい、うん、ね、ぜひぜひ、YouTube とかはもう、うん、本当に変わらずアップされてますし、はい、うん、何も変わんない、はい、うん、もうとにかく ZEP ツアーは今全力でね、それでよ、騒ぎしてるので、そう、待ってるよ、待ってます、本当に遊びに来てほしいなと思います、うん、はい、会いに来てね、うん、では、最後の曲に行きましょうかね、イエー、はい、はい、今日はですね、お、なんと、なんと皆さんがご存知のあの曲を最後に、お、なんだろう、歌いたいなと思うんですけれども、ここで曲を言うのはちょっとあれかなと思います。あ、なんか、やっぱ引き伸ばす、もったいぶる、そこはもったいぶりたいなと思う、あっちで、オッケー、はい、ではこれは6人で準備を、セッティングいるとか、じゃあそんなはいらないね、そんないらないね、うん、あ、じゃあ準備して、最後ちょっとじゃあまなみごめん残ってもらう、これ読んでちょっと、うん、オッケー、コミュニケーションの、まあ、準備か、コミュニケート、コミュニケートしてね、オッケー、ゆなゆなさん、今回初めてツアー参加します、よろしくお願いします。前回名古屋来てくれた時は妹とお母さんだけで行っちゃって、それからずっとずっと行きたかったから、念願のライブ、めちゃくちゃ楽しみです。ありがとうね、嬉しいよ、本当にね、そう、妹とお母さんだけで行っちゃったんだね。それはちょっとしょんぼしょんぼだね、あるよね、うんうん、あ、ミルクプリンさん、はい、カンジャム直接見るけど録画もしてるよ、いや、本当に久しぶり、
久しぶりのテレビ出演じゃない？目覚ましに出てるやつも見たけど、マジで嬉しかった。何ヶ月か会えないけど、いろいろ頑張ってください。ツアー全部行くよ。全部？全部？4カ所全部？ありがとう。ありがとうね。もう俺らも4カ所全部行くからね。そうで、4カ所全部行くから一緒だね。楽しみましょう。楽しみましょう。オッケーよ。オッケー。いっぱいコメントありがとう。後で拾いきれなかった分も全部見ますので、ありがとうございました、うん、はい、うん、じゃあ向こう行こう。ありがとうね。ありがとうね。ありがとうございます。ずんずくずん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 。ツアーを楽しみに待ってくれてる方も、まあ、もしかしたら、ね、予定がもともと入ってこれない方とか、そうだね、いろんな需要がある方もいると思いますので、うん、そんなライブがね、また楽しみになるように、うん、マグースハウスの代表曲といっても、ね、過言ではないんじゃないかなという、そんな曲を最後にやりたいと思いますが、まずその前にですね、いろいろ音声の確認をしていきます。はい、はい、ありがとうございます、はい、それでは、ね、本日も遅くまでありがとうございました。ありがとうございました、ね、では、ライブ皆さんが楽しんでもらえるように、うん、こんな曲を最後にお届けしたいと思います。グースハウスで光るなら、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。知らぬ間に黒さ
ブースハウスのオリジナル曲光るならでございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ今日もね、ほんと長くね、うん、長い時間でございましたけど、最後までありがとうございました。どうもありがとう。はい、ブースハウスゼップツアーが5月5日から始まります、はい、この6人で、元気をね、皆さんにこう届けるために歌いに行きますので、札幌、名古屋、東京、大阪、ぜひ会場で待ってますので遊びに来てください。はい、そしてアルバムね、フライトもね、引き続き、あと DVD もよろしくお願いします。お願いします。では、今日もありがとうございました。ありがとうございます。またね。うん、またね。退場形式4カ所のゼップで待っているよ。あ、サンがこんな使い方もできるんだ。可愛い。最後に待ってるよ、みんな。まだね、ゼップツアーチケットあるからね、待ってるよ。初日に何が起こるか、それは来たみんなしか分からない。じゃあね。はい、そして明日ね、関ジャムにもありますから、ぜひ遊びじゃない、見てくださいね。よろしく、ありがとうございました。今回のツアーの見どころとしては、やはりあの人があの楽器をバシコンとやりますから、それちょっと楽しみにしておいてください。少しだけ、休ませていただきますが、その時まで皆さん元気で待っててください。まずはツアーに来てください。バイバイ。はい、ということで、絶賛発売中フライトですね。涙で終わって笑顔で終わる、まあそんな涙で始まってね、あれ、涙で始まって笑顔で終わる、まあ人生そういうものだというね、説もありますので、まあこれいいアルバムなので、皆さん聴いてください。そしてライブ来てください。間違ってもライブのタオルはね、後ろから巻かないようにね、ということで、おやすみなさい。登場に